こんにちは、ミクテツです。突然ですが、皆さんは川崎市営地下鉄をご存知でしょうか？川崎市営地下鉄？川崎市営地下鉄なんだから、川崎市を通る地下鉄なんじゃないか？惜しいですね。正解は神奈川県川崎市を通る予定だった地下鉄です。通る予定だった。実はこの地下鉄線計画は、2015年に計画が白紙され机上の空論のまま終わっています。つまり作られる前に廃止されたってことか。理由はたくさんありますが、川崎縦貫高速鉄道整備計画と検索すればいくらでも情報は湧いてくるので調べてみることをお勧めします。おいおい、丸投げかよ。今回の目的はこの路線の仮想ダイアグラムを組むことなので、路線紹介ではないんですよ。それにすでにこの手の動画は出てると思うので、わざわざやる必要はないかと。つまり、めんどくさい、と。なるほどな。でも未成線のダイヤなら何でもありなんじゃないか。そうですね。可能性は無限大ということですよ。早速始めていきましょう。まず、Google マップを開いて、川崎市、と検索。最初に第一事業路線である武蔵小杉から新百合ヶ丘間を、決めていきます。まず、武蔵小杉と新百合ヶ丘を直線で結びます。次に駅を置く場所を選んでいきます。線形は川崎市営地下鉄に近づけていますが、少しアレンジを加えています。例えば、今ポイントを置いた鷺沼は本来、宮前ですが、鷺沼の方が田園都市線との乗り換えもしやすい、と考えたため、鷺沼にポイントを置いています。ここで、川崎市営地下鉄にもあった、とどろき公園、にポイントを置いていますが、この後武蔵新城に置いていたポイントを武蔵中原に移したところ、距離が800メートルほどになったのでポイントを消しています。西側、医大、聖マリアンナ医大、駅を置きます。北側にある緑の地帯は生田緑地。日本民家園や岡本太郎美術館があるようです。そして最後、新百合ヶ丘医大間に長沢という駅を置きます。しかし、いい場所がわからないので、程よく中間あたりに置いておきます。この後、野川、四国地、土橋を置いて、線形を整えて完成です。次に、武蔵小杉から川崎間です。今回は先ほどとは違い、経路を決めながら伸ばしていきます。こちらは、川崎市営地下鉄の路線の経路もわからないので完全オリジナルで進めていきます。まずは適当に川崎までの道を決めていき、次に駅の場所を決めます。次に各駅間の距離を測り、メモしていきます。できました。そしてもう一つ、川崎から新百合ヶ丘間でダイヤを組んでいて、一区間長ければ優等種別が組めそうだなと思ったので、勝手ながら一区間分延伸していきます。候補としては、川崎から市役所方面と、新百合ヶ丘から上りと、黒川、虹ヶ丘方面があったのですが、今回は競合他社のいない虹ヶ丘を採用しています。後から考えれば川崎駅から市役所方面に伸ばす方が良かった気もしますが。話を戻しまして、虹ヶ丘までの途中駅ですが、白山、下麻生、虹ヶ丘になります。あとはこれまで通り、画面外でテキストに駅間距離をメモしたら完成です。準備ができたので、ダイヤを組んでいきます。と言いたいところだが、残念だが今回はここまでだぜ。なんで、まだ始まってもないのに、適当な予告編で繋いで2週間。もう先延ばしにはできないんだぜ。そんなぁ。見てくれた方には申し訳ないけど、ダイヤパートは急いで作るから待っててほしいです。ありがとう。